こんにちは、カオルンです。今日は久しぶりにラーメンの動画第3弾やっていきたいと思います。今日紹介するラーメンはこちらです。じゃじゃん、あの有名な博多豚骨ラーメン、一風堂のラーメンがセブンイレブンで発売していたので、今日はこちらをやっていきたいと思います。イエイ。まあね、一風堂さんといえばもうめちゃくちゃ豚骨のスープが美味しい、さらには麺が細麺で硬さも選べるっていうところが特徴なのかなと思います。チェーン店なので皆さん知ってる人多いんじゃないでしょうか。僕はたまたま今回のラーメンの動画はスミレっていうラーメンを紹介しようと思ったんですけれども、昨日セブンイレブンに行ったらなんと新発売っていうところでこの一風堂のラーメンが発売していたので、今日はこちらをやっていきたいと思います。それでは早速温めていきます。はい、ということで温めてまいりました。今から開封していきたいと思います。はい、ということで開けてみたんですけど、肉とふくらげかな、ネギっていうところと、あともやしも入ってます。これも一風堂さん食べに行った時に入ってるラーメンの具と一緒ですよね。やっぱりセブンイレブンはクオリティが高い。これ引くのかな、引いて、うわ、中のね汁が分離してるのかな。この汁に、蓋してあった蓋の上に乗っかってた具を入れていくというところになります。はい、ほら美味しそうでしょこれ。それではいただきます。うまっ、うまっ。このね麺の硬さはねマジですげえわ。本当に一回食べてほしい。セブンイレブンマジですごいなって思うわ。毎回一風堂さんのお店本当に食べてるのと同じような味してるもん。再現できてる。このね細くて柔らかいんだけど硬いみたいな、わかるかな。このいい感じの食感なわけですよ。チャーシューもいただいていきたいと思います。チャーシューねそんな大きくはないけど柔らかくて美味しい。これもねしっかり再現できてるなと思います。セブンイレブンでしかも値段が496円、500円もしないわけですよ。これで1杯の量、これだけの麺がね入ってるのであれば十分かなと僕は思います。はい、ということでごちそうさまでした。一風堂紹介してきたんですけれども、相変わらずセブンイレブンのコラボラーメンマジでうまいなと思いました。スープ飲んだんで美味しかったですよ。美味しかったんですけど、ちょっと最近ねダイエット気味にしてるので残してはいるんですが、スープも完食できるレベルになっていると思いました。やっぱりねセブンさん何回も何回も行ってるけれども、お店に行かなくてもお店と同じねクオリティ、もしくはそれに近いラーメンの味が味わえるっていうのは本当にねすごいなと思いました。ぜひね皆さんもセブンイレブンに足を運んでもらって一風堂のラーメン食べてみてほしいなと思います。それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。じゃあね。本日はカオルンチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録者100人という目標を目指して頑張っていますので、ぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。またインスタグラム、ツイッターもやっていますので、そちらもフォローしてくださいね。それでは次の動画も頑張ってまいりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。じゃあね。